徳川家康は祖父松平清康を尊敬していたと言われており、清康は織田今川と互角に渡り合った名将として有名です。逆に家康の父である松平広忠は歴史上影が薄く、家康を今川に売った卑怯で弱々しいイメージがあるかもしれません。今回はそんな松平広忠の苦労の連続の生涯をご紹介します。松平広忠は三河を支配する松平宗家七代当主清康の長男として1526年に誕生します。幼名は家康と同じ竹千代と言われています。清康は勇猛果敢な名将として知られており、隣国の織田家との戦いも優勢に進めていました。そんな清康が織田方の守山城を攻めていた時、家臣の阿部正豊に切り殺される森山崩れが起きます。清康の突然の死により広忠は急遽松平宗家の家督を継ぎます。その時広忠はわずか10歳でした。織田家の侵攻をなんとかどけてきた広忠でしたが、今度は松平一族の裏切りにあってしまいます。同じ一族の松平信貞が岡崎へ攻め込み広忠を追放するのです。岡崎を追われた広忠は伊勢や遠江に逃れ逃亡生活を送ります。1536年、広忠が室城に入っていた時、信貞に攻撃を受けます。そこで広忠と大久保忠利が悪口を言い合いながら、お互いに矢を打ち合う事件が起こります。この矢には岡崎城奪還の日取りが記されており、密かに信貞についていた松平宗家の家臣たちと広忠がつながっていたのです。そして1537年、岡崎城で工作を進めていた家臣の働きにより広忠と信貞は和睦を結び、岡崎城は広忠のものになります。岡崎城に戻った広忠はやっと元服し八代当主となります。しかしかつての軍事力や統率力もなく、織田家との戦いでは常に劣勢となります。独自の力では三河を支配することはできないと判断した広忠は隣国今川家を頼り、今川家の支配下に入ります。広忠が16歳の時、当時松平家で力を持っていた叔父松平信孝の勧めもあり、尾張の一部を拠点とする水野忠政の娘を妻に迎え、その翌年には待望の嫡男が誕生します。竹千代と名付けられたこの嫡男こそ後の徳川家康なのです。しかし広忠は領内で権力を持ちつつある叔父信孝を恐れ、一方的に信孝を追放してしまいます。怒った信孝はその後織田家に従うことを決意し、信孝と関係の深かった妻の実家水野家も織田家に味方します。水野家が織田方になったことで広忠は妻と離縁することを決意します。こうして幼き家康は母親と離れ離れになってしまうのです。織田家の侵攻に対して広忠は今川義元に援軍を要請し、義元は援軍を送る代わりに嫡男竹千代を人質に送るよう要請します。広忠はこの要請を快諾し、竹千代は6歳で人質として今川領に送られることになるのですが、その輸送中家臣の裏切りに遭い織田家に送られてしまいます。
織田信秀は広忠に織田家に味方するよう要請しますが、たとえ竹千代を殺されようとも織田家に味方することはないと言い放ち、妻と離縁し、嫡男を敵に奪われながらも今川家に忠誠を誓うのです。このように妻や嫡男を犠牲にしながらも今川家に忠誠を誓い、松平宗家として岡崎を守ろうとした広忠ですが、1549年、岡崎城にて信頼していた家臣に殺されてしまいます。この家臣は織田方が送った刺客であったと言われています。松平宗家は2代続けて家臣に殺害されることになったのです。亡くなった年齢も父清康と同じ24歳でした。ただ広忠は病死説もあり、未だ死因は謎に包まれています。家康は辛抱強く意外と頑固だったと言われていますが、その性格は父広忠譲りだったのかもしれません。このようにいろいろなものを犠牲にしながら織田家と戦い続けた広忠は、その死後約200年後に太政大臣に任官されています。また後に家康を支え続けることになる酒井忠次の妻は広忠の妹であり、家康と忠次は親戚関係になります。さらに苦難の連続であった広忠を支え続けた本多忠隆は後に家康を支える本多忠勝の父親になります。いかがでしたか？なんだか無能のイメージが強い広忠ですが、岡崎を追い出されたり妻や子と離れ離れになったり、家康同様多くの苦難を経験した苦労人だったのではないでしょうか。私はなぜか広忠を嫌いに離れません。